コンテンポラリーみたいなさコンチャンポロリやった。あれは確かに文字起こししたらあれは確かにコンチャンポロリだった。コンチャンポロリダンス、コンチャンポロリしちゃったクドコンありましたね。ヒデキンガーさんありがとう。目玉カルビ、 This is リコチ、 This is me。 しんいちさんハートありがとう。おやっきーさんかぼちゃありがとう。そうなんですよ、強い言葉選手権一緒に考えますか。どういう言葉があるかな。私大喜利強くなりたいんですよね。コンチャンポロリ、コンチャンポロリはコンプラ案件ではないよ。確かにボロ雑巾侍、不幸ナイトにぴったり。ハッピー侍の対義語、不幸ナイト。勇気、かぼちゃありがとう。ん、どう、大喜利こち。ケンタッキーさんペンライトありがとう。あ、でもあのカメコ STU で上がってる写真を見て一言つける、遊びを一人でやったりゆきさんとやったりするのにハマってます。ラストワンさんありがとう。コウモリ、目玉カルビ、タダチーさん目玉カルビありがとう。例えばサーヤンの独り言で語るくらいなの写真での一コマに こういうのがあったんですよ。すごいいい表情で、どこここがどの曲なのか分かるんですよ。落ちサビの、あの落ちサビでサーヤンセンターでかっこいいところ、これに遭難して何日経ったっけっていうっていうあのおなんか写真で一言系大喜利をするのにハマっていますとかこれアーナエンジェルみたいで可愛いからエンジェルの絵つけてみた羽と天使の輪っかをつけてみた。こういう遊びを私は結構してますよ、うん、他はあるかな。おカメコ STU 天才です。寒いって寒いってって言ってるよね。わりょたくんかわいいありがとうミヤティさん目玉カルビありがとう。そういえば皆さん聞いてください、なんとなんとこの度工藤理子の家にエヴァンゲリオンのお漫画が全巻届きました。29さん目玉カルビありがとう。たっきゅん結婚してペシ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 結婚しない
猫坊やさん、かぼちゃありがとう。イエーイ新世紀エヴァンゲリオン届きました。映画は漫画を読んでから見ようと思って、嬉しすぎる。全巻14巻。カメリア系さん、いいね、ありがとう。もう嬉しくてたまりません嬉しくて嬉しくてたまりません。14巻届きました。ゼーレの、いやー、どうなっちゃうの。漫画嬉しくて、本当にちょっともう、でも明日までちょっと頑張りたいので見てないです、まだ。明日は熱血テレビ出ますよ。山口県の皆さん、お母さんとか山口県実家の人に、あの、撮っちょってって言わんで大丈夫ですか。南の家電さん、ありがとう。目玉カルビ、ゆうやさんも目玉カルビありがとう。そう、これから出てくるので、ははは、 TVer で結婚ドキ。私は皆さん TVer 見てくださいね。リコちゃん撮っといて、見に行くからりょうじいさん、ありがとう、ありがとう。ロクさん、お疲れ、ありがとう。 Can't wait for 熱血テレビ、yeah. そう、熱血テレビも TVer、 そう、 TVer 対応してるので、ふわふわで気持ちいい。今宵も今年もチェラピケの季節到来。お部屋21度って寒いですよね、多分。 TVer でぜひクラコンも見てあげて、もこもこ気持ちいいハリーさん、レインボースターありがとう。タッキュン、手紙ありがとう。カミリアケイさん、かわいい、ありがとう。サバトラネコさん、レインボースターありがとう。もう私さ、ほら、眠眠なんですよ。なあ、今息を吸ったら耳が耳の圧に負けました。フード取ってみ。室温16度は寒いやん。私読み直してみて、シンジ君出てくる。ストジンさん、ハートありがとう。全部外れた。あらあら、よかった、4枚当たってたな。ワンタンメンさん、ありがとう。かぼちゃ、あ、お寿司ずるい、こんばんは。ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。この度一般男性との結婚が決まりました。あれあれ確かに明日も朝、早い、起きれるか不安です。
実際に、あ、カメリア系さんいいね、ありがとう。電撃結婚、プロポーズの言葉は、眠すぎて出てこないよね。プロポーズの言葉は左手の薬指ですか。これダイヤです。これダイヤです。あ、ただちぃさんかわいい、めちゃめちゃありがとう。IKKO さん目玉カルビありがとう。ああ、フラッシュの点滅にご注意ください。やばい、タワマンあげる、あーいいですね。お味噌汁作ってくれ、あーいいですね。スプラトゥーンしながら聞いてます。スプラトゥーンに集中できなくなっちまえ。これはダイヤです、極太ダイヤです。新居はタワマンです。あの広島で最も高いタワマンの一番上の階に住んでいます。絶対タワマンでこんな壁ないやろ。しわいさん結婚して、今日誕生日おめでとう、言ってたねお話し会で、あのI said happy birthday in advance だよね。ありがとう。そしておめでとう、結婚して、間違えた、結婚してありがとう、そしてお誕生日おめでとう、結婚はしません。面白い。指輪のサイズを測らねば。14号っていくらぐらいなんだろう。消毒してね、きちんと。今来たんだけど指輪披露してどうしたの。あ、私知らぬ間に一般男性との結婚が決まっていて、今朝それでトレンド入りしたんですよ。いや本当にありがとうございます。トレンド入りめちゃめちゃ嬉しいです。こちらにも1枚いいですかって。いいですよ。9号っていくらぐらいなんだろう。あ、でも9号は確かに9号ぐらいだったかな、つけたことある。え、なんかタワー来た、なんか急にタワー来た。今ずっと画面見てたから。ケルシワイタワーありがとう。何タワーこれ。お誕生日おめでとうタワー、ありがとうね。え、ハッピーバースデートゥーユーやん。私さもう眠くてさ口が回んないんだよ。お誕生日おめでとうの歌を歌おう。あ、みゃんこ先生目玉カルビありがとう。お日様コーヒーさんかぼちゃありがとう。え、タワマンタワー、あ、これタワマンタワー。嘘、これプロポーズですか、もしかして。おタワマンに住もうって、あれタワマンタワーですかこれ。シワイシワイこれタワマンタワー、タワーオブテラー。Happy birthday to you.
ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディアシワイ、ハッピーバースデイトゥーユー、おめでとう。シワイ結婚して、 Will you marry me? No. ベシありがとう。タワーありがとう。俺のお手紙書くね。そのプロポーズに対しての答えお返事を書くから待っててね。シワイありがとう。粋な計らいやな。ごめんなさい。カミリア K さん、ファイト、ありがとう。あ、シワイ泣いてる。あ、泣き。ありがとう、シワイ。ブーケ投げて。ブーケトス。え、シワイありがとう。タワマンありがとう。タワマンありがとう。旦那オーディションで待ってるね。シワイさんは一般男性じゃって。一般男性、もう一応一般男性か。あ、そっか。あれ、もしかして一般男性と結婚って、あれ。アンドーナツさんありがとう。目玉カルビタッキュン、ハートありがとう。私結婚しても STU 卒業しないでね。結婚しても居続けていいんですか。まず結婚相手いませんが、結婚予定もありませんが、結婚しても居続けていいんですか。見て、私、ウケる。なんかちょっとこれコースター、あれじゃない、ストラップかな。コースターにもなりそう。うわっ、これ押し面をめっちゃ DD に優しいやつだ。なんと3周年のグッズもらっちゃった。あとね、缶バッジもあったんだよ。あとこれは嬉しいやつやわ、マジ。ものはないやろ。かわいいし、じゃーん、工藤理子のこれめっちゃ嬉しいやん。こんなんランダム、レモン、かわいいな、かわいすぎる。これ嬉しいよ。私めっちゃこういうグッズ大好き。タッキュン、ハートありがとう。ケンタッキーさん、バラありがとう。ね、全メンバー分欲しい。これほら、こうやってさ、連番させることがこうやってできるんでしょ。やば、缶バッジもね、あった。ほら、ここにちょっと落ちてる。ほら、プクプク。かなりプクプク、なんか顎が変。なにこれ、なんだこれ。私のサインも入ってますね。いやー、5周年の
ドキュメンタリーブックご購入ありがとうございます。これもらえたらすごい嬉しいよね。ケンタッキーサンバラありがとうね。チャイムお揃い嬉しい嬉しい。今のゲットしてくれてありがとう。イヤリングにしようかな。あ、でもこういうファッションの人いるよね。フォーユーさんハートありがとう。みそかつじいさん目玉カルビありがとう。それかわいい、持ってる。これほんとかわいいよね。これつけたいもん。5周年のやつは水色だった。そして2期生3周年は黄色、フレッシュ。いや私たちもう3周年か。青いレモン水道ボール水でジャブジャブと洗ってそっとかじったね。ランダムだからさ、これ当たった人すごいと思う。めちゃめちゃ頑張って当ててくれたのかな。ありがとうね。そうなんですよ、なんかメンバーアンケートで、メンバーアンケートみたいな、その5周年のコンサートのアニバーサリーブックの最後にメンバーアンケートで、あ、トレードするんだ、それでね、なんか例えば時間を守る印象のあるメンバーはとか、あのお料理が上手そうなメンバーはとかアンケート、私も答えたんですよ。まさかそれとは思わなかったんですけど、それで私なんとメンバー、あのご飯を美味しそうに食べるメンバー第1位になんと私がいたんですよ。なんか嬉しかった。なんか食べた時に目をまん丸に して食べてるみたいなそうだったんだ私ってなりましたあ、いっこうさん猫の弾けたやつありがとう。そっか、でも確かに私美味しいもの食べたらそうなる。あ、さすがセトベリー賞、セトベリー賞候補、懐かしい。あの大食いなメンバー、工藤理子、磯貝香音さん、竹野由美子さん確かに私もみほちゃんに入れたんですよね。あ、みほちゃんなんか2人ぐらいに入れたような気がするお弁当6個。確かにさすがにそれはね。やばやばエピソード、あともう一つ1位だったんですけど、ん ?2 位か、2位だった、うんうん、2位だったんですけど何かわかりますかカミリア K さんお芋ありがとう。そうでも私そう私そんな量は食べれないんですよ。そんなみほちゃんはすごい大食い、いっぱい食べる、食べることが大好き、みほちゃんは。私はそんな食べれないけど、私も食べること大好きです。あ、バレてたやっぱみんな見てくださってるのねスレンダーガール、ふふんうふん、そう、美味しいものを食べます。お弁当は絶対持って帰りますスレンダーガール嬉しい。寝相がそう悪そうなメンバー
第2位でした。1位は研究生ちゃんのもろくずのあちゃんで私は2位でした面白い、そこにランクインしたとは。そうなんです、実を言うと。でもあのメンバーから美味しそうにご飯食べてるって思われてるのもすごい嬉しいし、リコチの寝相を想像してもらえたのも嬉しかった本当おめでとう。実際は寝相かなりいいです実際のところ私寝相かなりいいです。そんなあの反転してるとかもないしあでもお布団が、あうーんこれ入るのかな、お布団がもうなんかめっちゃ熱くてなんか蹴っちゃってみたいな、お布団蹴ってあの寒くなってるみたいな、お布団が足元まで行っちゃう、それは寝相が悪いに入るのかな。いや私かなり寝相いいです、本当にいいです。床で寝てませんよ。いびきは、あ私いびきは書いてない、あのね、あの毎晩録音してるんですよ自分の寝てる時の音。歯ぎしりをするんですね私そうなんですよ、布団は吹っ飛びませんあ、寝言ね、ママが私なんか言ってたみたいな、たまに聞く。誰だろう、寝相悪い人知らない、一緒に寝たことないの。マウスピースしてますよ、蹴られそう。蹴られそう。あ、隣に寝ることないと思うから大丈夫だよ意地悪をするやつね、歯が、誰悪そうなの、誰だろう。パジェと、そう、美穂ちゃん家にあの お泊まり行ったことがあるんですけど、あの寝る前ってすごいテンションが高くなるんですよ。それでパシェにも美穂ちゃんにも寝ないでって言って、あのずっとパセリの歌みたいな即興ね、パセリはいつも優しいねみたいな、そういう即興ソングをパセリのために歌って、こうそれを子守歌のように歌って寝ないでほしいから歌ってたんですよ。そしたらもうあれみたいな、パシェみたいな、よ今の歌詞良くないみたいな言ったら、パシェも爆睡してて、で美穂ちゃんもなんかいつの間にかなんか寝てて、あの子私だけ一人ぼっちじゃんってふて寝しましたそうなの。なんか例えば STU は元気みたいな、なんかそういうそういうね歌をね歌ってたのよ。なんかおいしいご飯もりもりみたいな、そういう歌を歌ってたのにいつの間にか寝られてた残念。プロポーズに失敗した姉妹リコチタン、ほんとか、音符ありがとう。失敗した、リコチタンじゃないから振られたんだぞ。でも寝る前って結構なんか寝ないでほしいんですよ。あのどう、例えばホテルで同部屋になったりするじゃないですか。そういう時同部屋の相手には
寝ないでって思う、私より先に寝ないでって思っちゃう。リコ is my number one、 it should be only one only one。 確かに修学旅行の夜寝ないでほしいんです。でも私そう見守られながら寝たいの。そうなんか寂しいじゃん、だって相手が先に寝てたら私はすごい寂しい。リンコリネピャ、あーピャちゃんと一回お話し会の時かな、同部屋になってあの同部屋になった時は多分私が多分先に寝てる。そうそう、オンリーワンフォーレバー、フォーレバーだよ。そうそうだな、ぴゃちゃんはでもなんか私は絶対あの睡眠を妨害されたくないので、そう睡眠命なんです私。だからなんか結構ぴゃちゃんみたいになんかぴゃちゃんってぴゃちゃんの何が私すごい安心するかって必要以上に人間に干渉をしないんですよ。そこがすごい好き。私は必要以上にピャちゃんに干渉していますがマジわがままじゃんわがままじゃん。ピャちゃんってなのに私は人の睡眠を妨害し人の邪魔、私は邪魔しますよし干渉しますよそうそう、そっとしておいてほしいタイプだから人にもそっとしておいてくれるんですよ。まぶたねくっつきそうだけどみんなと話してたらちょっと開いてきた。人生方向音痴さん目玉カルビありがとう。そうバランス結構いい。あの私結構ぴゃちゃんは私にとって精神安定剤、安定剤、そう。本日の目標睡眠時刻は、いや明日ね、8時ぐらいには起きたいのよ。あ8時には起きなきゃダメなのよ。そう待って、I'm gonna check my schedule ね。私もう独り言は全部英語で言おうと思うけ、これから。I'm gonna check my schedule. So, 明日は、でも朝ごはん、朝ごはん明日はヨーグルトとバナナと蜂蜜とカフェラテって決めてるから。で、しかも、ゆっくり朝ごはん食べたい気分だから7時半に起きようかな。でもね It's gonna be so early ね独り言英語はうざいさすがにうざいわ独り言英語。ちょっとだるいよちょっと私だるい女やん。ぴゃちゃんは原田さやかちゃんのことです。私がぴゃちゃんと呼んでいつの間にか周りの子もぴゃちゃんって呼ぶようになりました。みんなも多分私のファンの方はさやかりんのことをぴゃちゃんって呼んでる子人多いと思う。あぴゃちゃん、そうぴゃちゃんとぴゃちゃんに遊ぶ約束を、遊ぼうって誘われるんですけど私は
実家に帰るけって怒らせています。でも帰れないく、なんかちょっとお仕事、ありがたいことにお仕事を入れていただけそうなんて、帰れなさそうだ、ワンちゃん行けるか期待させています、ぴょちゃんのことひどい。私はうん、リコちゃん、リコチー、チコチコチコちゃんみたいな、チコってあ、チコって呼ばれる時ありますね。そうそう、あ、そう、ぴょちゃんってね、そう、妨害しても聞いてない、そう、あのね、ぴょちゃんのことを干渉してもだいたい話聞いてないから、ん、なんて言ったみたいな、やばい、聞いてなかったみたいに言われるから、そう、大丈夫なんです。独り言で語るくらい、ラバー、え、奈良をラバーにしたぺちゃんのボブは私もべ、もう褒めまくりました。え、二次元から出てきた、漫画の主人公やん、ヒロインやん、セーラー服着てくれんねえかわいいって、もうわしゃわしゃしました。ただちーさん、アイスありがとう。私明日アイス食べようかなペアカちゃん、うん、なんかね、最初はにゃんちゃんって呼んでたのえ、なんかね、にゃんにゃんみたいな、にゃんにゃん、にゃんにゃんみたいな、にゃんにゃん、にゃんちゃんみたいな、にゃんにゃんって、そう、にゃんにゃんって呼びよったん覚えちゃうよ私この話、何度か私みんなに話したこと、そう、なんか最初はさやかりん、さやかちゃん、さやかちゃんって呼んでて、さやかりんっていうニックネームが決まって、さやかりんって呼び始めて、で気づいたらなんかにゃんちゃんさみたいな、にゃんにゃんみたいな、呼ぶときにゃんにゃんって呼びよって、いや猫にゃんにゃんって呼び始めて、あら、にゃんちゃん、ぴゃちゃんみたいな、よう分からんのよね、なんでぴゃちゃんになったんだろう、でもめっちゃぴゃちゃんでしょ、馬娘こす、え、あー、馬娘、私のツインってもアニメキャラっぽいですかピヨヨヨヨン、クドコン見たよ、え、なんか趣旨が変わったような、クドコン見てくれてありがとう。そうそう、ぺちゃん猫好きなんですよ、にゃんからぴゃになった、うん、何だったんだろう、ぴゃーみたいな、ぴゃーみたいな、そう、なんかそう、あ、でもぴゃちゃんはぴゃーって泣きます、ぴゃーって、でもそれより前に多分私がぴゃちゃんって呼び始めて、そしたらなんかキャーって泣き始めた、なんだ、確かにサラピもそうだよね、サングラス似合ってた、うん、追い込まれるとぴゃーって泣いてるよね、ぴゃー、発狂してる、ぴゃー、私もめーめーは違うな、待って、めーじゃないな、私ってなんだ、私ってどうやって泣いてる、うおー、私はうおー派ですね、けーけーもあるかも、けーってじゃあ私のことはけちゃんと呼んでください、めーん、あ、めーんって泣いてる、めんめんは言います、私の嘘泣きの仕方はえーんじゃなくてめんだったらしいですよ、お母さん曰くめんめんって泣いてたらしい、私のことはめんめんちゃんと呼んでください、かんじゃんけじゃんやんねけちゃんはけじゃんやん、めん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 泣いてます、羊のショーンって呼ぶわね、え、じゃあよろしくお願いします、羊のショーン、私羊のショーンガチ勢でしたよ、毎朝8時11分からお猿のジョージを見てました、体
から羊のショーンで毎朝土曜日始めてました。うん、私あ麺類好き、うどんもそばもラーメンも大好き。久しく食べてなませんね、うどんもそばもラーメンも。ラーメン食べたいな、ラーメン友達欲しいな。またなんかスチューデンツ、スチューデンツで香川でいっぱい美味しいものを食べるっていう、もうご褒美のようなロケ行ったことがあって、スチューデンツまた合法でただ飯食べさせていただきたいなお仕事でただ飯言い方が悪い本当に。そう前髪ね切ったんよ、そうちゃんと切ったんよ、伸びた系ね。でもフードかぶっちゃう系さ、ちょっと伸びたように見えるか。 MVP ありがとう。リコチ前髪目に入らん、入ってた、うって、あやばい白髪いちゃった。ウーフィー73さんレインボースターありがとう。毛伸びた系ね毛伸びたよね内緒です、何ミリ切ったかは内緒です。人の金で食べる焼肉はうまい、ロケで食えるただ飯はうまい最悪な言葉よ、でもほんと間違いない、本当にありがとうございますっていつも思ってる。私ね、人とご飯そうやってお仕事で食べるものとか人と食べるものとか家族と食べるものは全部ゼロキロカロリーと思って食べてる。だってめっちゃ美味しいんだもん。でもあと朝ごはんもゼロキロカロリーと思ってる。いや本当にね、私ロケに行かせていただく時とかも、もう幸せってなるお弁当タイムそう差し入れ本当別腹よ。差し入れもゼロキロカロリーと思ってる。うん、差し入れとあと甘いもの、私最近ゼロキロカロリーって思ってます。そうでも根拠はあります。うん、甘いものって太んないよ。本当に私身をもって私証明してます。甘いもの太んないそうなんですよ。あそれ、いやあれほんと美味しかった。全然ハンバーグね粒じゃ味せんかったよやっけちゃんと大きな一口でいただいたらほんとめっちゃ美味しかった。そう甘いものってね、グミとかゼロキロカロリー、ほんのダイエット中はよくグミでお米とか食べない代わりグミ食べてました。というかグミしか食べてなかった。変色極まってて、人に見られるから取られるからこそ自信のある自分でいたい。そう待って、私の言いたいことを言ってくれてる。そうこの前とかコロナにかかってずっと自宅で療養してた時、動かないしご飯食べちゃうから
なんか自分の中なんか人には言われなかったけど、自分ではあもう太っちゃったって思ってたんですよ。だからなんか神戸の公演は結構なんか自信を持った状態で立てなかったから、それがすごいなんか心残りだったんですけど、この前のあの3周年コンサートは本当に自分に今が一番自信ありますっていう状態でステージに立って、で最前会場にいる方とか亀子さんとか DMM で見てくださる方とか、なんかもう自信を持って今私の一番最高にいいビジュアルで立ってますっていう気持ちで立てたから、すごいなんかめっちゃ私は本当に良かった、めちゃめちゃ良かった、なんか良かったです語彙力。神戸のギャグ受けてました。え？ロマンティックタイム、やばいやばい。3周年のリコチ輝いてましたか？ありがとう。ツイッター感動したって、嬉しい。あれ結構たくさんの方に見ていただけて、スタッフさんとか卒業生さん、私がすごいモチベーションにさせていただいてた卒業生さんとか、あの今日も恋ラジに行っていたんですけど、あの恋ラジのスタッフさんにもツイッター見たよりこっちってすごいねって言っていただけたり、もっとツイッターのいいねでもすごいたくさんの方にいいねとかしていただけて嬉しかったし、あのトレンディエンジェルさんから、あのトレンディエンジェルのたかしさんからいいねも来てて、めちゃめちゃご認知をいただけてるのが、認知ではないのか、でもそれで認知をいただけたのか分かんないけど嬉しかったです。そのツイートがきっと目に留まったんだろうなと思うとすごい嬉しかった。たかしさん、たかしさんで合ってるよね。トレンディエンジェルの斉藤さんとたかしさん、そうアイドル好きだよね。すごいたくさんの方にいただけた、そういいね。でもツイートしてよかったって思った。チョロータって、私のことも押してくれんかなあとあのお話し会の完売がすごい、みんなありがとうございます。なんか第二再販やってるナウなんですけど、あのもうなんかいろんな部が完売させていただいたみたいで、11月20日の3時間目と12月25日の3時間目と、あとあの追加になった6時間目が空いてるので、もし気になった方とかちょっとお話ししたいよって方は待ってますでもすごいありがたいことに、あの12月17日は全完売、ありがたいと思うし、12月25日はすごい皆さんからたくさんご応募があったみたいなので、一枠追加もしていただけてすごい嬉しい。みんなといっぱいお話ができるすごいありがとうございます。
サブブ寒いですでもすごい追加部数ってあの人気な方しかされないと思ってたから、私はめちゃめちゃ嬉しいです。タッキーもアイスありがとう。なんかタブレットが揺れてるのか、あー、タブレットが揺れてるの、よかったね。12月17日は確か2枚追加おめでとう。なんか取れなかったって人もいたから嬉しい。いい有意義な時間にしようね。ヘップってなってた。サンタさんのコスプレで会いに来てくれるんですか。サンタさんになってくれる。サタンさん誰、あれですか。セーラーサタン。いやーありがとう本当に。あ、かき氷が急に食べたくなっちゃった。なぜならコメント欄でかき氷の絵文字を使ってる人がいる。 Bless you, thank you。 本当にみんなのおかげで私はアイドルができてます。みんながモチベーションだからダイエットとか自分磨きも頑張れる。うん、おうどん食べたい。ちくわ、私さぬきうどん大好き。なんかかき揚げ、揚げ物いっぱい、揚げ物いっぱい。明日いろいろ届く。何が？CD とか。明日って何の日？ね、香川公演したい、行きたい。うどんエキスポ。香川で公演するときはぜひ 2days にしてください。あ、30日に向けて何をするんですか。マイカー公演楽しみ。ほっぺた変わらずプニプニです。うん、骨付き鳥めっちゃ美味しいよ。ん、うん、泊まりたい 2days。 あれ、香川の時は 3days だったんですよ。ゲネ、リハーサル、ゲネと初日と2日目。いやー2日間、3日間も2日間寝泊まり香川でできたの嬉しかった。私移住するなら香川に移住したいと思いましたもん。そう、泊まりじゃないとね、なかなかご当地のもの食べれない。本当に本当に美味しかった。骨付き鳥、骨付き鳥のキャベツも、添えられてるキャベツも美味しい。一杯の水楽しみにしていてください。ストーチの皆さん、みんな輝いているよ。 STU 香川のうどん屋さん、なんで週末閉まってるのね。アーケードがいいよね、あの商店街。高知もいいの。かまたまあれさぬき、かまたまってこと。私かまたまうどん食べたことない。私さ、うどんは肉うどんしか食べたことないんだ。そういう何々うどんみたいな、あ、きつねうどんもあるよ。でもそういうなんかお汁の少ない系のうどん食べたことない。あのね、釜玉うどんとか食べたことないの実は。飛ぶの？飛びたい。一角は
あの満員だったような、一回行って一角に満員だったってなって違うやつに行ったのかな。あれ違うっけ、一角に行ったんだっけ、一角に行ったのか、あれどこだっけ、どこまで行った、一角さんだったっけ。7年もいいな。一緒に食べるおにぎり絶対美味しい。あ、今地べたに座ってるからお尻が痛いんだよね。え、今日丸亀で10月の券を16枚使ってきました。なんで私にくれんの。なんで、あ、筋トレ、えらい、私今日はジム行けなかったから明日、いや明日は行かない、明日はなぜかというと明後日行こう。丸亀製麺は一回行ったことがあるかなって感じ。いや、ん？あれは丸亀？行ったことないね、丸亀。スケさんうどん行ったことある。え、丸亀はないのにスケさんうどんはあるみたいな。スケさんうどんある。あと花丸うどんも行こうよって言われて行ったことある。スケさんうどん、あとはうん、徳島ラーメンは食べました。あ、伊予製麺、うん、福田さんに美味しいうどん屋さんへ連れてってもらいたい。なんかかけ生でみたいな、なんかあるじゃん、かけ生では絶対違うよね、かけ波でか、かけ生では違うわ、かけ波でみたいな言ってみたいよね。どういうかけうどんって何なのか分かんない。なんかかけうどん、温玉のせうどん、スケさんうどん麺がそうなのか分からんけど好きやったよ。しんいちさんだるまありがとう。武蔵のうどんなんてあるん。あ、かけは一番オートソドックス。なんかかけって私ぶっかけうどんを想像しちゃうのか、冷ためなうどんを想像しちゃう。具がないやつがかけうどん。あーねー、あ、そのままで、かけそのままでか。かけそのままってどういう意味なの。そのままのうどんなの。ん、ころうどん、こんてん、こんちゃんぽろり。天ぷらいいよね。天かす、私さ、ま、あの天かすってさ、市販の天かすって丸いけどさ、うどん屋さんの天かすってさ、なんかいろんな形になってカリカリしてるじゃん、あれ大好き。あ、酢うどんね、香川だとかけのだしはセルフ。はるるんさん焼き芋ありがとう。あ、水で締めない。かけそのままは麺を湯で温めずにそのままだしをかける。ほうほう、そしたらどうなるんだ、ぬるいのかな。そんなことはない。あ、わかる、私もちくわの磯辺揚げ大好きだし、野菜のかき揚げも大好きだし、え、丸亀の天かすはかき揚げのちぎれたやつも入ってんの。お得やん、探すわ、掘るわ、だ天かすの山掘ってかき揚げのちぎれたやつ探すわ。それ皮だと茹で揚げたうどん、あ、生醤油かけて食べるのあるよね。あれどんな味がするんやろう。あ、ぬるいんだね。ぬるくなるけどうどんのコシが保たれる。じゃあうどんを本当に味わいたい、うどん自身、うどん本来のうどんを楽しみたい人は、うわ、2だね。あ、鬼醤油だよね。鬼醤油って言うんでしょ。鬼醤油って言うんだよね、うどん
にお醤油、あ、生醤油のことを生醤油っていう、何今の顔そうか、冷圧って言ったらさ、ツーブレ、冷圧はどういう意味なの？え、柏天って何、何何柏天って、ぶっかけうどんは生醤油をかけるのがぶっかけうどん。でもね、私この前ね、生醤油の生うどんは冷たくて出汁はあったかいのが冷圧いいね、どんな味がするんだろう。かしわは鶏肉、ありがとう。かしわおにぎり、あ、あー、かしわ天、あれか、あれか、かしわ天、ささみ揚げみたいなやつか、あれ大好き。あー、ゆで揚げのうどんに練り生姜、刻みネギとちょっとの生醤油。おー、そうだよ、かわらそばです。鶏天か、かしわ、かしわ揚げ、かしわ天。しんじさんハートありがとう。うん、加熱処理してないお醤油、どんな味がするの生醤油って。私もお腹空いた。だって私もうこの時間はもうお腹すきすきパラダイスタイムだよ。カミリアケイさん、うま、ありがとう。あのね、その香川にあの行った時ホテルに泊まってたんだけど、あのホテルの朝食、朝食券がついてるんだけど、あのうどんがうどんがね出るの。それで、あのうどん、セルフでうどんのコーナーあって、うどんを、すみません眠いもんで、ね、うどんだしのところとその生醤油、生絞りみたいな、ネギとか生姜とか天かすとか、あのかまぼことかうどんセットがあったんです。でもお醤油かけるだけって物足りないのかなって思って試せなかったけど、試せばよかった。うわ、自分できる、いいね。本当に美味しかったんだよ。朝からうどん6杯ぐらい食べてたような気がする。うん、6杯食べてた。あ、でも多分1杯1杯がほんと 0.3 杯ぐらい、そんぐらいの体感。朝ごはんだからね、だから6回ぐらいおかわりいったもん、うどんほんとにほんとに。あと、あのホテルのオムレツって美味しいじゃん。オムレツに、あのオムレツにケチャップでメイドさんごっこしましたね。うどん美味しかった多いかそう、ビュッフェスタイルでした。あとはフルーツポンチみたいなのも食べてもらったし、あのパンも美味しくて、パンにねマーガリン、あのさ、ホテルのバターってなんであんな美味しいんですか、ホテル朝食のバターって。そう、作ってくれるやつめっちゃ美味しかった。トロトロとろけてて、メイドリーミングドリコ店あ、焼肉のタレで焼きうどん、
美味しいでしょ。焼肉のタレで焼きうどん最高でしょ。ハレレンさんいいね、ありがとう。私焼きうどん好きでさ、あのあんバター、あんこもあったからさ、あんこジャムみたいな、あんバターサンドを作って食べきれなかったから、公園の会場にあんバターサンドを連れてきたことがある。ホテルのパンはうまい、ほんと。そう、小さいカッピンみたいな、こんなにペリペリペリって剥がしてペッてつける、おいしいよね。ほんとおいしいよね。しかもさ、ホテルの時ってさ、私ホテル朝食さ、私朝ごはん米派なんですけど、米というかヨーグルト派で、ほんとほぼ食べれないみたいな、ほんと変なチョコな言いなんですけど、私ホテルのね朝食はね、急にパン派になる急にパン派になって大食いになれる、朝から。ふーさん花束ありがとうで、朝から食べ過ぎてお腹いっぱいになって動けないってなってしんどくなる一日もうずっとお腹いっぱいで苦しい胃もたれって気持ちね。焼肉のタレで焼きうどんする、あ、味噌だれが好きなの。私え、味噌だれ試したことないから試してみる。わかる、飛行機のさ、飛行機のあのさ、ご飯もなんであんな美味しく感じるんやろ。美味しいよねあれ。でもなんか寂しい味にもなるんよね。飛行機って水分足りんくならん。乾燥船、私めちゃめちゃ乾燥してたような気がする。え、なんなんかね、飛行機のあのマジックは。だってさ、めちゃめちゃ美味しいと思うもん、飛行機のご飯。うん、朝カレーもいける。あ、っていうかね、朝カレーよくしてました、学生の頃。私朝、あの高校生の頃は毎朝というか中学生からかな、あのテストの日、中間テスト、期末テストあるじゃないですか。その時は大体あの朝絶対カレーを食べてて、なぜかというとスパイスで体を起こす、頭を起こせるんですね。あ、そうだから絶対カレー食べてました。カレーの気分じゃなかったらカレーパスタみたいな、カレースープ、カレーのおかゆとか、そういう感じで絶対カレーでしたそう、朝からカレー元気に食べてました、もりもり。大人になったからコーヒーも一緒に飲む。確かに。でもね、まだね、私コーヒー単体いけんのよ、牛乳。でももうコーヒー8、牛乳豆乳2くらいいける。サイゼのフィセルって何？え、なんかさ、サイゼリアでさ、グリーンピースだけのさやつがあるんでしょ。あれなんか美味しいって聞くよ。あ、アナのコンソメスープは、私もあのアナのコンソメスープをわざわざコンソメスープの素を買って朝から飲んでの、あの朝ごはんに飲んでたことありました。そう、スパイス摂取したらあの頭が目覚めていいテストの点数取れました。取れてた。温泉の後の牛乳飲んだことないけど絶対美味しい。豆のサラダ、グリーンピースと温玉とベーコンが乗ってるやつ。コヒミフさん、焼き芋ありがとうダイエットしてた頃は焼き芋、2年前ぐらいに、あ、STU 入りたての頃、3年前だな、2年と半年前ぐらいに初めて STU に入ってダイエットをしたんですよ。その時は焼き芋が主食でした。そう、青豆のオンサラダか。あれ美味しいらしいですよ。美味しいの？食べてみたい。お豆がすごい美味しいらしい。グリーンピース嫌いでも好き。朝おかゆ、朝クロワッサン、ハワイ、朝パンケーキ、やだ。いや、でも私結構ね、朝おかゆ好きなんですよ。いや、おかゆが好き。結構しっとりした
柔らかい、たくさんのお水で炊いたお米が好きなんです。カサカサっていうかホロホロなお米余す感、こだわりあります。朝パンケーキはいいな、クロワッサンもいいな、フランスらしいな、なんか、うん、コーヒー、白バラコーヒー美味しい。明日さ、朝さ、カフェラテをさ、あのペットボトルのカフェラテを買っていこうと思うんやけどさ、何がええかな。セブンのさカフェラテ、あの機械で作るやつめっちゃ美味しいよね。ミルキー美味しくて好き。うわいいね。そう、子熊ダイエットしてた。芋に名前をつけてましたね。あれもありました。あれはですね、2年前の冬ですね。ブロッコリーのクタクタは絶対うまいよ。絶対さ、サイゼリアでさ、そのお豆、青豆のオンサラダ頼む人おらんって思ったけど、意外とね頼む人多いらしい。美味しいらしい、あれ本当に。だから食べてみたいと思った。でも私サイゼリア行ったことないんですよ。サイゼリア行ったことないので行ってみたい。びっくりドンキーは広島に来て初めて行きましたし、そういえばジョイフルとかも行ったことないし、大戸屋は初めて広島に来て行って、なんかネバネバの丼を食べました。再生報告。あー、辛味チキン美味しいって聞くよね。あれ美味しいって聞く。辛味チキンハマるの？え、それはダメやん。やろ？それはダメやん。わかる、朝バイキングその場で焼いてる、スクランブルエッグその場で焼いてくれるの優しい。私はオムレツが好き。ホテルの朝食ってなんであんな美味しいん？ OL だったとして朝行くなら喫茶店、朝マック。うわっ、多分ね、そんな、多分朝ね、朝ごはん食べてるね暇、多分私 OL になったらないと思う。え、辛味チキン冷凍40ピースお持ち帰りできる。え、もうさ、なんかさ、もうそれ沼っちょう人がおるけやん。絶対辛味チキン中毒の人がさおるけ、そうやってさ冷凍で販売できるんやろ。強いね。そんな、なんや、そんな中毒性あるんじゃ。やばいね、沼なんじゃ。ファミマのミルクたっぷりカフェラテ、え、頼む、試してみる。え、ありがとう、教えてくれて。私ミルキーなのが大好きなの。食べてえかね。チキン嫌いな女の子は知らん。女の子おらんやろ。サイゼリア下関しかない。焼き屋行ったことないんか私。確かに、っていうかね、山口弁確かに今日出てると思う。多分いっぱい眠いからかな。いつもはちゃんと標準語に直そうとするんですけど、ね、いやー行ってみたいな、サイゼリア。あ、そうなんだ。もう広島あるよね、サイゼリア。本通りにあるよ、サイゼリア。いいなぁ、サイゼリア。髪の毛がいっぱいさ、ここら辺にいて。これき、結婚したから出るかもしれん。ジョイフルね、山口県多いと思う。行ったこと一回多分あったかな。ハンバーグ食べたような気がする。ハンバーグって美味しいよね。米田コーヒーあるよ、さすがにあるし、行ったことあるよ。なんかテスト週間ってさ、早くお家に帰れるんよね。で、あ、テスト期間ね、テストの時やけんね、あの母がね迎えに来てくれてね、帰り道にねお寿司屋さん寄って食べたり、あの
それこそ米田コーヒーデビューしてみたり、パンケーキも行ったことあるな、なんか可愛いパンケーキ屋さんとか、お魚の丼、お魚屋さんとか。爽やかのハンバーグ、私絶対人生、私どんなに人って絶対死にたいって思うことあるじゃないですか。でも私は絶対に思いません。なぜかというと、まだ爽やかのハンバーグを食べたことがないからです。あれを食べるまでは死ねません私。はい、絶対行きます絶対に行きます、絶対食べる。いやテスト頑張れる。爽やか、でもね、私絶対に食べんと いや死なんよ、死なんよ、安心して。あ、確かに私母の手料理で育ってきたので外食あんまりしてなかったか。うん、爽やかは静岡にしかないんよね。いや母のハンバーグが一番よ。あ、私と握手するまではみんなも死なんでね死なんで。静岡県行きたい、絶対食べる。何タナトスって。いやハンバーグってなんであんな美味しいんかね。誰なん、誰なん、豚と牛肉かなんか分からんけど、牛肉かなんかお肉ミンチにしてさ、玉ねぎとかとなんかこねてさ焼いた人、誰なん。100点満点あげるわ。びっくりドンキーは食べたことあるよ。なんかねポテトを頼みすぎて食べれなくてお持ち帰りしたことがある。あとなんかいちごミルクみたいな、めちゃめちゃ大きかった。あとはハンバーグ、もちろん美味しかったな、かなり美味しかった。あ、ガスト行ったことあります。私一人でもうかき氷、ガストのかき氷が美味しいって聞いていたの、SNS で話題になってたから、え、これは いかんとやんみたいな、かき氷でもうその衝動が抑えきれず行ったことがある。いつも見たことがある。行ったことあるっけ、なんか行ったことあんまなかったっけ。ビッグボーイね、ラーメンにハマってた頃もありました。今はねなんか野菜とかお米とかなんか素材が美味しいって思えるようになりました。ヨーグルトと蜂蜜が美味しいとか、味覚って変わるもんですね。でももちろん好きよ、ラーメンもこってりしたもの、ハンバーガーも好きよ、意外とシンプルな味わいのものが好きになったりする。大人やろ、だって急にね二十歳になってカフェラテも飲めるようになったんです。なんか思春期の悩んでるメンバー、なんか悩むじゃないですか、学生メンバーとか、まだ二十歳じゃない未成年メンバーとかさ、二十歳になったら思考とか悩みとか変わってくるよって、だから安心してね。いや人それぞれだけど思う。あー焼肉よりしゃぶしゃぶかもしれん。あ本通りにステーキ屋さんありますよね。
そこいつも美味しそうと思いながら見てる。二郎系で野菜摂取さすがすぎる。二十歳になって本当になんか人が変わったんかってぐらいカフェラテ好きになる。そう悩みがね変わってくる多分、うん、カフェイン摂取できるようになった。そう私カフェイン毛嫌いしてたんですよ。カフェイン怖いみたいな寝れなくなっちゃう全然。あやっぱりステーキコスパいいんだ。私やっぱりステーキのガーリックライス失敗してわかんない、多分私のやつだっけ、新人が多分ガーリックライス作ったんやろうなって思っとうけど、そうあんまなんか思ってたんと違うってなって、それから新人が作ったんやろな。酸味があったんよね怖い怖い。あニンニクって酸味あるっけ、なんかもうちょっとしょっぱいがいいかなみたいな。でもステーキお肉美味しかったな。お眠、えもうこんな時間、お眠。あそう実はソイラテにしてます。豆乳とコーヒー割ってる。それってソイラテ。しゃぶよ好き。なぜかというとアイスが食べ放題だと だしワッフルも食べれるし作れるし、あのわたあめ作れるけど、なんといっても練乳がチューブでかけ放題なんです。うめえ最高。あれは私はバニラのソフトクリームにこうやってもりもりして練乳をかけて食べるぐらい私は大好きです。やばいでしょ。うわ一緒にしゃぶよ行ってくれる人今募集中だわ私。うわ行きたいな。行きたすぎる。そうバニラに、そう最初まずアイスを食べるんです。でしゃぶよアイスしゃぶしゃぶアイスしゃぶしゃぶアイス。焼肉キングも最近ねお腹空いてきた。焼肉キング行きたいな。今しゃぶ牛が欲しいですね。ワッフル焼くの楽しいよね。あれ生でも美味しそう。絶対良くないよ。生でも美味しそう。プルプルで美味しそう。もちもちでね。さすがやん。でもカレーとか食べたことないよね。食べてみたい。しゃぶがおまけを本当にね。しゃぶがおまけいね。焼肉キング今何フェア中。私韓国フェアでさヤンニョムチキンにチーズかけ放題と、あやっとる、ツナマヨおにぎり食べたかった、やっとる。絶対お腹壊すよね。うわーお腹すいた。何キングスロッピーチョコブラウニー。 I love チョコブラウニー。 I love ブラウニー。 うわーチーズボールも食べたい。えあのチュモッパですか、ツナマヨおにぎり自分で作るんですよね。食べたい。ロゼトッポギも食べたい。焼肉キングやば。はあチーズコーンバターって全部美味しいやつやん。チーズもバターも美味しいのに。はあ、あーお腹すいた。もうダメだ私、今から焼肉キング行こう。もう空いてないよね。空いてないよね。今口の中よだれが出てきました。あ、炙りすき焼きカルビめっちゃ好き。焼肉キング。あー、卵スープいいね。
私肉焼くの得意です。私めちゃめちゃ得意よ。ホルモンとかめっちゃ好き。私ホルモン好きなんですよ、実を言うと。ああ今すごいあのやられてるわ。ああここのよだれマックス侍です。米メインなの強。うー、醤油バターエリンギ。牛タン大好き。熱いのと薄いの牛タンどっち好きですか。ヤンニョムチキンって天才よね。焼肉ワッフル焼肉ワッフル。韓国フェア11月末までなのね。 OK、 分かった。私もコロナに入る前に、コロナ禍かあれは、自炊にハマって、コロナのパンデミックになった初期ぐらいに自炊にハマって、韓国料理を作りたいと思って、ヤンニョムチキンとキンパとトッポギを手作りして食べてたな。ホルモン噛めないか弱い男の子。あれは噛めんよ。あれはね、噛めん、噛み切れん。牛タンってやっぱ熱いのが美味しいの。私さ、熱い牛タン食べたことないの。薄い牛タンしか食べたことないの。熱い牛タン食べてみたいの。焼肉キングであえてのお寿司。え、お寿司やんの焼肉キングって。え、薄い牛タンしか食べたことないの。一人韓国フェア行っちゃう。厚切り牛タン食べてみたい。どんな味なんだろうって思う。だってさ、想像したよ今。想像つかない。重ねて食べるといいの。いいねいいね。あのジェネリック厚切り牛タンね。仙台行きたい。食感が違うんだ。今想像で焼肉食べてるから。ちょっとどんな感じなんだろう、想像ができない。あとなんかASMR の人がよくマグロのなんか脂身をとかサーモンをそのまんまわしづかみして食べてるじゃないですか。あれは何ですか。どんな味がするんだろう。今度想像で食べる白米配信しよう。いいね。あ、これ牛タンめっちゃうまいやん。白米食べる。あー、和牛食べ放題。私、え、じゃあ死ねないリスト作りましょう。なんか悲しくなった時うーってなるじゃないですか。でもこれを思い出せて、いや俺は死ねないって思うリスト作ろう一緒に。まず爽やかのハンバーグでしょ、仙台の牛タンね絶対。あとあのね、私ねちっちゃい頃沖縄に行った時にソーキそばを食べたんですけど、そのソーキそばのお店がエアコンなくて、あの扇風機1本だけで経営してるような、そんななんかあの激熱でもこれ普通なんですけど沖縄では、あのでも激熱でほぼ食べれなくてお父さんにあげたことがあるんですよ。だからちょっとリベンジしたい。ソーキそばの上に乗ってるそのあのお肉が好きなんですよ、あの豚さんが
美味しかった。でもあれ食べる、はい、えい、3つ目ソーキそば。あとは北海道のイクラ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 丼、イクラ丼、はい、イクラ丼。今までで一番声荒げてるわ今私。あと、あ、海ぶどうは食べたことある、なんか空港で試食やってたような気がする。それで、あ、いいんですか、プチプチ、あ、しょっぱい、プチプチしてるみたいな。あー、絶品ネギトロ丼、うん、あ、お肉があれがソーキなのか、で、麺の方がそば、あ、じゃあソーキそば、うん、いくらを、そう、テーブルで盛るやつこぼれるぐらい。ジンギスカンってどんな味なの。お、あ、でもな、韓国のサムギョプサルはね9月ぐらいに飽きるほど食べたからな。10月か、いや、食べ物以外じゃない、食べ物以外もう作るけど、今は食べるものが今モチベ。あー、汁なし担々麺か。でもな、いつも食べれるもんな、食べたことないやつなんですよ。っていうか味を忘れたやつとか食べたことないやつ。爽やかのハンバーグ、仙台の牛タン、ソーキそば、北海道のもりもりいくら丼。あ、ひつまぶし食べたことない、絶対美味しいよね。ひつまぶし。水炊きって何。あ、お鍋か。水炊きか、惹かれんな。でも惹かれるんやろうな。あ、生牡蠣食べたことないとか、牡蠣フライ、牡蠣フライ、牡蠣フライ。明石焼きは食べたことある。本場の小籠包、角煮まん、うん、角煮まん、骨付き鶏。味忘れた、また食べたい。カニか。あー、551ね、ザッハトルテ、それは何ですか。聞いたことあるけど何ですか。お菓子。あ、私ラザニア、ラザニア食べたい。金沢八番のラーメンから、あー、新潟のお米、新潟のお米。あー、エッグタルトか。私エッグタルトめちゃめちゃ食べたことある。めちゃめちゃあの時ハマって食べてた。サーターアンダギーも好き。親子丼か。うわ、なんか急に親子丼食べたくなっちゃった。お腹空きました。ザハトルとチョコ菓子なのか。うう、ジョジョエン、走馬灯と思って聞いてると面白い。おい、人の走馬灯をバカにするでない。あー、リクラおじさんはこの前実は差し入れでいただいて食べたんですよね。美味しかった。そのツイートまだできてない。面白いんですよ、そのツイート。エッグベネディクト、あれって、だって、ん？エッグベネディクトってあれって、ただただ湯がいた卵ですよね。湯がいた卵。あれ？それは違うか。あれは、あれはポ、ポみたいな、ポ、ポーチドエッグか。エッグベネディクトって何ですか？湯がいた、湯がいた卵はポーチド、あ、ごめんなさい、ポーチドエッグか。ジョジョ園、赤福大好きです。はい、赤福、赤福はあのもう8個一気に食べるの夢ですね。5人家族だったんで赤福とか1人1個みたいな、でよければ子供3人だからさ、あの 5人と子供の3人分で子供が2個食べれるみたいな、だから2個ぐらいしか食べれなかったから、ちょっと赤福、赤福大人食いしたい。チーズ
器で有名。何？待って、私めちゃめちゃ赤福食べたいわ。ハワイのチーズケーキファクトリー？でもさ、チーズケーキめっちゃ美味しいみたいな。あのありますよね、あのベイクのチーズ、なんかチーズケーキ、あのすっごいチーズケーキみたいな、あの予約殺到するチーズケーキみたいな。マフィンの上にベーコンと半熟卵、あれか、確かに食べてみた。あー、オーベルジーヌ食べたことない。あ、月見バーガーな、なるほどね、実質月見バーガー。あ、ミスターチーズケーキだ、それだ、ミスターチーズケーキ。そうでさ、あ、マフィンの上にポーチドエッグ乗ってんだ、それか。うん、リクロおじさんはね食べたんだ、ミスターチーズケーキだ。あー、京都のモンブラン、あ、京都のなんかすっごい透明なわらび餅。あー、カステラのさ、あのさ、お砂糖がジャリジャリなってるやつ美味しいよね黙ってこうやって夢を折るやつステラおばさんもリクロおじさんも大好きです。なんかちょっと面白いツイート思いついちゃった。カステラのアイスバー知ってますね、セブンにあるらしいよね。明日のお昼ご飯はアイスにしよう何、世界一の朝食、ルタオのチーズケーキね。あれ、あ、食べたことあるような気がする。いや、なかったっけ。いや、あるような、ないような。あ、広島大学の学食食べてみたい食べてみたい広島大学の学食を忍んで食べに行くしか、あのまでは死ねません、私本当に。原田のラスク、何ですかそれ。ふうさん、ありがとう。こうもり、私今口を開けたらよだれです。てか、もうこんな時間じゃん。私明日早起き。白のワールは、あの、一人で大人食いしてみたいことはあります。学食オープンじゃない、多分オープンだよね、誰でも行けるよね。広島大学、あれだ。あー、萩の月か。私意外と萩の月よりやっぱ月で拾った卵も好きですね。冷蔵庫に夜食、一応グミとあのマヌカハニーの飴が目の前にいますよでもさすがにこの時間は食べれないよ。揚げもみじ大人食いしたい。あ、そうなんだ、学食この前は普通の人も来れるんだ。萩の月もどきってセブンに売ってるの？絶対美味しいよ。ハドのイベント見たから気になられてる。こんにちは。あとは、あ、釜玉うどんだ。釜玉うどんと、鰭醤油うどんと、
ね、私揚げもみじ作るキットお土産に持って帰ったことがあります。そして食べました。美味しかったです。ひゃー、ミニストップマジで家の近所に、実家の隣に一つ、この広島のお家の隣に一つ欲しい。通う。うどんは香川公園で食べられるかな。私もう数えきれないほど、うん、食べたいもの、走馬灯がたくさんよぎっています。今山名うどん、あ、博多ラーメンに高菜を乗せて食べ、高菜ご飯食べてみたい。高菜多分食べたことない。あときりたんぽ、ガチのきりたんぽ鍋食べてみたい。あとは、いちご食べ放題、あのいちご、あ、山菜うどんか、好き。待って、あのいちご狩りにまた行きたい。香川公園セルフうどんのコーナー、大うどん5人前食べる。はぁ、いちご。あとは、あ、全国で有名なホテルの朝食、これをコンプリートする。あとは、唇が、ケータリング来たら超嬉しいね。有名なロケ弁、東京のロケ弁、東京のロケ弁食べたいな。あとはセリって、何セリって、セリナズナ五号のナコベラ、仏の座みたいな、七草粥湯食べたい。ただの草が入った、野草が入っただけのお粥なのに。あ、私結構あの春菊とか好きです。リンコンちのお母さんのすき焼き食べるまでは、また食べるまではちょっと私死ねませんね。あとはココイチのカレーに、うー、トッピング全部するまでは死ねません。子供やん。あ、面白い。そう、居候したい。長野のそばね、待って、ココイチのカレーに全トッピングするまでは死ねないってツイートをしたい。めっちゃおもろいやん。ん？明日発表があるの？もうこれ、もうツイートす、あ、私の部屋が映っちゃった。散らかってるお部屋が。ココイチのカレーにトッピング全部するまでは死ねません。ツイート確認お願いしよう。多分ね、死っていう言葉がね、センシティブだと思うな。1万円、はそんなに食べきれんよね。すごい量だよね。山でね、ほんと、ん？みたいな。リコチンって。春菊の
春菊天ぷらにしたらいける。あともう一つツイートしたいのは、ステラおばさんとリクロおじさんとビアードパパが集まったら柱全員集合よりも湧く。ってツイートをしたい。おもろくねえか？おもろくねえか？とミルキーはママの味も連れていく。家族構成。ちょっと意味深って言われてる。画像は何もつけないの？つける画像もないよね。さす。知らのが強いか。え、あと誰かいる？誰かいる？あのビアードパパとステラおばさんとミクロおじさん、他に誰かおる？なんちゃらなんちゃらお父さんみたいな、なんちゃらママみたいな。誰かおる他に。うわっ、ケンタッキー、いやあれはまだケンタッキーじゃない。ヒゲパパさんもいける。ミルキーはママの味ぐらいだよね。ツイッターフォローしてくれたの嬉しい。ビアドップ、あ、びっくりマークついてた方がいい。 OK です。それぐらいしかおらんよね。ジャムおじさん。あー、リトルマーメイドね、パン屋さんね。クレアおばさんのクリームシチュー、マダムシンコ、親父の手打ちほうとう、あー、カールおじさんか。でもあれはおやつはカールやんね。うわ、ばあちゃんのポタポタ焼き、無理つらい。ばあちゃんのポタポタ焼きはつらい。はい、ツイート、ネタツイート。カールおじさんやばいな。いや、カールおじさんあれはさ、商品名やないやん。ちょっとなんか一人だけなんかただのおじさんみたいな感じじゃん。ステラおばさんのクッキーぐらいよね。ただのおじさん感半端ないじゃん。だってカールおじさんなんて、ビッグボーイ連れてくるのやばいな。かなり湧くよ。ビッグボーイ連れてきたらめっちゃ湧くわ。待って、めっちゃ面白いんだけど。おばあちゃんのポタポタ焼きつらいねえ。おばあちゃんのポタポタ、ポタポタ焼きはなんかちょっとなんかいいわ。なんかすごいエモいよ。おばあちゃんのポタポタ焼きってエモいよ。はあ、エモすぎん。はあ、エモいな。おばあちゃんのポタポタ焼きってなんであんなそんなエモい響きなの？白い風船は
出てないよまだ。いやちょっとエモいわ。いやエモいです。あとはわかん、いや伝わらんよね。おばあちゃんのポタポタ焼きで私エモいとか言ってんの。え、白い風船って美味しいよね。てかもうこんな時間なのやばくない？ご飯の話したら眠気も吹き飛んじゃったんだけど。うわー、丸っこめの味噌の男の子、あれか、あいつか、あの髪の毛生えてねえような、つるつるの目ん玉クリックリの悪い口調で言うやつ。あと何がおるかな。待って、ガリガリくんつらい。ガリガリくんやばい。天才現るやん。あー、唐揚げくんもいいっすね。あー、リクロおじさん、ステラおばさん、ビアードパパ、ママは誰やろな。なんでヒゲパパなん？ヒゲ父さん。僕はちくわの中身を覗いてしまった。ちくわ、いや、ガリガリくんは熱いわガリガリくんはさすがに熱いな。こっちゃん、ありがとう。いやハッピーターンのターン王子も夏いな。ガリガリくんやばいな。大喜利で優勝しとるで、ほんとやばいね。ほんとにちょっと面白すぎてやばい。チョコザマゴリゾーやめてあキャベツ太郎もやばい。いやーやばいわ、チョコザマゴリゾーやばい。やだ、かば焼きさん太郎辛っ、やだ。いや、パワーワードよ、チョコザワゴリゾーって。確かにガリガリくんって大人になったらカールおじさんかね。スダコ太郎さん、スダコさん太郎っておるん？よっちゃんいかか、ポエム、ここでポエム出して。あ、キュウリのキュウちゃんか。いや、チョコザワゴリゾーはパワーワードよ、あれ。私食べたことないもん、チョコザワゴリゾーが嫌すぎて。チョコザワゴリゾーがほんと嫌で食べたことないもん。あ、うまいもん、ドラえもんもつらい。あー、食べっ子動物好き、水族館も好き。なんかいいわ。いや、いいわ。玉ねぎさん太郎なんておるん？いや、なんか好きだわそういうの。いや、トーナメントで戦ってほしい、本当にカールおじさんとって、ガリガリくんとチョコザワゴリゾーと、なんか唐揚げくんとか、そういうのマジ戦ってほしいもん、本当に。いや、メンツが濃すぎな、本当に。あー、源氏パイ強いやろうな。平家パイかいね、あれ。平家パイかいね、あれ。いやー、何をめぐって争わされるんだ。間違いない。あー、個性強い、本当に。え、シャリゾーなんておる。え、やば、やば、やばい、読まなきゃ。39位から、おひさまコーヒーさん、コオロギさん、エンマコオロギさん、ミヤティさん、ウーフィーさん、ナベさん、ソラネルさん、リサーチャーさん、リザートダイバーさん、ダンケうどんさん、みそかつちーさんさん、ポムさん、伊藤ひろしさん、ふさかなりん、おにゅうさん、なあ、サバトラネコさん、ヒデキンガーさん、コヒミフさん、渋谷の団長さん、モビさん、野口さん、カンちゃん、ひまわり29さん、キヨニー、クボズンさん、
一光さん、はるるんさん、りょうじいさん、ようくん、まこあら選手、かみりあけいさん、のりみおさん、くにちゃん、ふうさん、ぼやきさん、そしておじさん、秋元先生枠は、じゅんドラゴ先生です。ありがとうございます。渡辺さん、人生方向にさん、ありがとうございました。そしておじのメルンチェンジ、第3位、ただちいさん。ありがとう。第2位、卓球。ありがとう。そして一応しわいさん、お誕生日おめでとう。そしてタワーのお礼はまた明日お手紙を書かせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。タワーマンありがとうございます。タワーマンションありがとう。負けた。1分で読めた。このトーナメントぜひともやってほしい。いやー無理。いやーやってほしいですね。ありがとうございました。皆さん配信をめっちゃ楽しかったです。ありがとうございました。またね、おやすみ。楽しくて遊び一緒だ。あ、達也もありがとう。お疲れ。ありがとう。ありさわごりそう。つらい。